パンドオービーグテンビー、あくまでも静かに、しかし貫禄十分に、今チャンピオンの大森紹介されました。ペグトグタンド長い自分はタイトルを守るためにではなく挑戦するために戦ってきたと豪語しております。今日はまさに長与千さんにとってはヒノキ舞台、晴れ舞台であります。ファンの熱狂はもう大変なもんですね、宮本さん。いや本当にね、はい、ファンのこの熱い声援といいますかね、まあ、僕もこの気持ち分かりますね。はいはい、ゾクゾクしますね。何かジャガー、はい、ゾクゾクしてくるような気持ちですね。そうですね、はい、今日はジャガーが長年守り続けましたジャガーの恋人でもあるね、はい、赤いチャンピオンベルトをかけて、はい、ジャガーの後輩たちが戦うわけです。はい、ね、期待したいですね。さあ大歓声の中、今ゴングが鳴った。一回転して先制攻撃を得る挑戦者長与を積み隠した。さあ君が行った、大盛り上げは後ですぐに反撃に転じました。さあ大盛りがトップロープに上がっている。ああっと、これは空振りであります。ファンは総立ちです。チンサ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 に対する熱烈声援が開始された。一気に場外に飛んだ。早くも試合は場外であります。今日はあの場外カウントアウトありませんね。もうリングアウト、はい、フェンスアウト一切なしですから ね。さあバックを取った。早くも長与がバックを取った。ジャーマンが出た。どうかどうかどうか、カウントは入りません。ジミー香山レフリーであります。レフリーがジミー香山、ジミー香山もちょっと固くなっている感じ。そしてまた審査審査、大田区体育館は長与千さんに対する声援コール。いやレポーターの三宅君、大変ですね。今日はすごいですね、はい、もうほとんど声が聞こえないんですけども ね、チャンピオンの大森選手ですがね、はい、非常に爽やかな表情で試合前話してくれたんですが、はい、まあ、昨年のジャパングランプリの決勝の時と、全く同じ顔合わせになりましたよね、はいはい、その時は勝ったけども今回はどうかわからない、うん、でも今は本当に自分を調子がいいし、応援してくれるファンのためにも絶対にいい試合をしてみせると、そういうふうに言ってくれました、はい、とにかくねこういう試合を同期でやることが非常に嬉しいというふうに言ってましたね。2人は同期生ですね。同期生対決でもあるわけです。長与は何と言ってましたか。長与の方はですね、はい、本当にここまで来れると思ってなかったと、あの新人の頃を思い出しましてね、あ、大森とはデビュー戦で戦った相手なんだそうですが、はいはい、その時とても大森がね大きかったのを覚えてると。なるほど。その時大森に負けて、そしてジュニアの争奪戦で負けて、はい、ジャガーさんの胸で泣いたことを今でも覚えてると。あ、そうですか。そんな自分がここまで来れると思ってなかったと、はい、とってもいい表情で話してくれました。なるほど。大森の動きに、そして長与の動きにファンの歓声が爆発する大田区体育館。さあ世紀の一戦が始まりました。大森にとってはこれが2回目の3AA の防衛戦であります。一度はクラッシュギャルズ、バイオネサスカの挑戦を退けております。そして今長与千さんの挑戦を受けて立っております。まあしかしあの大森の目、鋭いものがありますね。まさに眼光が長与千さんを指している感じ。さあ長与千さん必殺の円錐切りが出ました。さあここは長与のチャンスであります。長与流の戦い方、長与流のレスリングが今爆発しております。リング上熱の入っている序盤戦。さあ今度は長与千さん、試合の流れを変えるか、主導権を取るか。今度は大森が腰を落としてこらえております。タイルドライバーに行こうという長与千さんの攻撃を腰を落として必死にこらえております。大森さあどうか。あーっといった、さあいった、さあいった、どうか。まだ持っている、まだ落とす、今落とした。タイミングよく落としました。これは強烈に効いております。思わず頭を打ってますね。そうですね、はい、非常に大技効果的に出していますね。はい、バックを取った。さあジャーマンが出る、ジャーマンが出る、ジャーマンが出ました。とカウントに長与千さん渾身の力を振り絞りまして、ジャーマン、いやー長与が今マットを叩いて悔しがっております。デビルが今度はマットを叩いて大盛り借りを激励しております。
ちょっと大森部が悪くなった。おっと誘い固めの体勢だ。次々に得意技を送り出します。長与千草、大田区体育館熱狂、また熱狂。まあ大森ゆかりと長与千草はレスリングのスタイルは宮本さん完全に違うんですよね。そうですね、はい。サソリ固めがガッチリと入りました。さっきはロベロスペシャル大森ゆかり、今度はサソリ固め長与千草、そしてパワーで返しました大森。さあ試合はまだ序盤戦でやります。キックが出ました。これが長与流であります。そして今度は大森流の空手殺法、お互いに持ち味を十分に発揮して大田区体育館、まだファンの歓声が一段と高くなってまいりました。さあ大森が今ロープに上がろうとしております。デビルのサミが今シューズの紐を中に入れました。ランロープに上がりました。さあそしてブロックバスターに行きました。大森のブロックバスター炸裂してあります。長与が大の字になった。さあ大森が今トップロープに上がる。大森とどめを刺すか。長与が今ゆっくりと起き上がる。大森が今立ち上がる。長与が起き上がる。大森が真っ向上段空手チョップ、大森真っ向上段の空手チョップが炸裂。大ピンチであります。長与大ピンチです。さあとどめを刺すか。大森カーッという結果、キックが飛びました。大森負けておりません。大森も行きました。ラリアード攻撃であります。今度は長与エプロンに乗りました。エプロンから場外に落ちました。放送席の前カウントが続けられております。チャンピオン大森ゆかり、あくまでも貫禄十分だ。カウントは続けられております。しかし今日はあの場外のカウントアウトはありませんから、はい、ありませんね。とりあえずあの場外両者カウントアウトはありません。あーっと顔面から鮮血が、長与千草顔面から鮮血であります。長与千草鮮血を拭って今リングの中に入ろうとしております。さあこいという大森ゆかり、チャンピオンの闘志の前にタジタジの長与千草。さあ長与千草タジタジであります。あーっとまたヘッドバットいった。顔面を掴んでいる。これがチャンピオンの迫力であります。そして叩きつけました。またいった強烈な空手チョップが期待を割っております。今日の大森ゆかりの闘志は凄まじいものがあります。顔面真っ赤、挑戦者長与千草、大苦戦であります。一とどめを刺すか大森ゆかり、チャンピオンが断然有利になりました。さあファンが千草に声援コールを送る上からカウントには入りました。セコンドのデビルはカウント3を主張しております。心配そうな向こう側青コーナーのライゴネス・アスカ、さあロープに振られた空手チョップの点に一発。いやーカウンターになって綺麗に入りました。そしてまたジミー・カエバのカウント、カウント2であります。いやーファンの悲鳴が大田区体育館、長与千草絶体絶命だ。大ピンチを迎えております。さあどう流れを変えられるか。いった相当に一発。さあ長与千草反撃に転じました。長与のキックが入りました。今日疲れました。ちょっと隙がありました。チャンピオンの大森決定的な攻撃、まさに死闘を展開している大田区体育館であります。 3AA そしてオールパシフィックダブルタイトル選手権試合であります。この一戦を前に白いチャンピオンベルトを返上いたしました長与千草、受けて立ちました大森ゆかり。さあ真のチャンピオンは大森かあるいは長与か。さあ大森が行く、ジャーマンの体勢だ、ダブルスープレックスの体勢だ。さあこのまま行くか、ダブルアームスープレックス、どうか。あーっとこのまま落とした。危ない技、
レビューの神が放送席の前拍手喝采であります。カウントカウント、これまた 2.9 だ。大森が押している。ちょっと挑戦者危なくなった。おっと今度は行った、うまかったうまかった、長与千草うまかった。今度は今ランドールからトップロープに上がる長与千草、一気に飛んだ。このまま決まるか、このまま決まるか、3つ入った。トップロープから飛んで鮮やかに抑え込みました。逆転長与千草、鮮やかな逆転勝利でしたね宮本さん。そうですね、はい、もうトップロープからもね、あのムーンサルトでしたけどね、はい、まあ、本当に何て言いますかね、大森もちょっと油断したんじゃないですかね、はいはい、まさかあの技でっていうところがあったんじゃないですかね。そうですね、はい、UWS 界チャンピオンと今上田晋司コミッショナーが認定証を読み上げております。そして顔面を血に染めて長与千草目をつぶって、この上田晋司コミッショナーの認定証を受け取りました。腰にしっかりと赤いチャンピオンベルトが巻かれております。夢にまで見ました、あるいは絶対に自分はこの赤いチャンピオンベルトを取ることはないであろうと一時は思っておりました、思い込んでおりました。ああ、チャンピオンベルトをしっかりと胸に抱きしめて今ジャガー横田の祝福を受けております。宮本さん、この赤いチャンピオンベルトはかつてはジャガーの恋人だったね。はい、ジャガー、はい、赤いチャンピオンベルトを、はい、いい後輩に譲れましたね。そうですね、嬉しいですね、はい、勝って涙、そしてその後輩の健闘を放送席で見てまたジャガーも涙であります。改めて献上